サンドロ・リカル・ドロドリゲス・ビアナは、ブラジル・マナウス出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。100メートルの自己ベストは、ブラジル歴代3位の10秒11。32歳の時に10秒11をマーク、2012年ドンドンオリンピックには35歳で、出場するなど、30歳を超えても、国際大会で活躍した。2007年8から9月、大阪で開催された。 世界選手権に初出場を果たした。男子400メートルリレーではアンカーを務めると予選を38秒27の好タイムで突破。決勝ではブラジル記録に迫る37秒99をマークしたがアメリカ、ジャマイカ、イギリスに次ぐ4位に終わり惜しくもメダルを逃した。2008年3月26日100メートルで10秒19の自己ベストをマークし、 31歳で10秒1台に突入した。2008年8月、北京で開催されたオリンピックに初出場を果たした。男子400メートルリレーでは、決勝で2層を務めると38秒24をマークしての4着に貢献。その後、このレースで金メダルを獲得していたジャマイカチームのネスタカーターのドーピング検体の再検査で、 禁止薬物の陽性反応を示したため、国際オリンピック委員会は2017年1月25日にジャマイカチームを失格処分にしたと発表した。ネスタ・カーターがスポーツ仲裁裁判所に提訴したため処分確定はまだ先になるが、確定すればブラジルの順位は3位に繰り上がり銅メダル獲得となる。2009年7月24日、100メートルで10秒11。 自己ベストをマーク。標高2000メートルを超えるボゴタでマークした高地記録ながらブラジル歴代3位に名を連ねた。2012年8月、ロンドンで開催されたオリンピックに35歳で出場した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの第11回世界選手権男子400メートルリレー決勝リザルト。 国際陸上競技連盟。2016年3月23日閲覧。第29回オリンピック男子400メートルリレー決勝リザルト。国際陸上競技連盟。2016年3月23日閲覧。男子400リレーのジャマイカ失格イコール日本は銀に。繰り上がり北京五輪ドーピング再建。時事通信。 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル k イコール2兆170億1260万9、And、g イコールスポ2017年1月26日閲覧北京五輪400メートルリレー金のカーターが CAS に提訴日刊スポーツ2017年3月18日閲覧ありがとうございます